はい、おはようございます。おはようございます。さて、4月になりましたね。いや、本当に結構激動の1年だったね、2023年。24年度になったわけですけど、早田さんの2024年度の目標は何ですか？いや、まずは今までで一番でかい箱、渋谷の35坪の箱をオープンさせるんで、6月に。ここの成功が2024年度、うちの会社がいい方向に行くか悪い方向に行くか一番の分かり目じゃないかなっていうふうに思ってます。準備はいかがですか？まあ、でも、まあ、過去にないぐらいいろいろとデザインとか料理どうするとか、マーケティングの部分は今までで一番しっかりやってるのかなと思ってるんで、まあ、これでダメだったらもうダメだろうみたいな、まあ大丈夫だと思います。しっかり準備します。というところで、今日の動画ですが、2024年度になったので、2024年度の飲食業界を大予想ということで、早田さんにですね、2024年度の飲食業界どうなるのかと。大丈夫かな、自分でね。いや、それはそうですよ。チャンネル登録がね、2500人もいて、すごい、もう大物 YouTuber ですからもうね、どうしたいか分かんないですよ。でもなんか思うことはあるんで、なんか話してきたなっていうふうに思います。一つのデータがあります。これはですね、帝国データバンクさんが、4月の4日2023年度の飲食店の倒産が過去最多を更新するという調査結果を発表したそうです。もともとですね、負債1000万円以上の法的整備による倒産がを年度別に調査しているデータバンクさんなんですけども、飲食業界は前年度比の 56% 増の802件、最多だったのが2019年コロナの時ですね、2019年度の784件を上回ったと。この中に中小規模の事業者を支えた実質無利子無担保のゼロゼロ融資などなどで、近年の飲食店の倒産っていうのは抑えられてたそうなんですけれども、まあ、2022年度ですねから、まあ食材だったり光熱費の高騰、人材不足の深刻化、賃上げ対応などで経営課題が重なり、収益確保が難しくなったことを挙げていると。というところで、業種別にですねリサーチすると、207件で最も多いのは、まあ、酒場ビアホールと。まあ、これは早田さんがもう動画でも言ってますね。居酒屋が一番強いでしょうね。で、その後ラーメン店や中華料理店が続くと。まあ、その一方で一般食堂や寿司店は前年度から大きく増えなかったということで、帝国データバンクさんが発表した内容を今紹介したんですけれども、純粋にまず1つ目、早田さんの店舗、2023年を振り返りどんな1年でしたかというのをお伺いしたいんですけども、いかがだったでしょうか？まあ、なんかこの帝国データバンクが出してる、まあ、ゼロゼロ融資って言われるやつは、うちは正直借りてないです。ゼロゼロ融資借りるほど、まあ、車歴がなかったっていうのか、まあ、コロナ禍にオープンしたんでそもそもダメだったっていうのがあるんですけど、まあ、それとは別に2023年だけじゃないですけど、2023年結構原価の高騰とか人件費の高騰顕著だったんじゃないかなっていうふうに思います。っていうのも、なんかやっぱりウクライナの戦争があった時に物が入ってこないからボンって上がりますとか、海鮮ドーンと上がるとか、その輸入ルートを遠回りしてるんでとか、なんかいろんな理由ついて上がりすぎじゃないみたいな、原価すごい上がったし人件費もものすごい上がったんで、ここら辺やっぱり厳しくなってるよねっていうのが2023年の率直な意見です。まあ、業種別に見ると、居酒屋がカテゴライズされてる酒場ビアホールっていうのがまあ最も多かったんですけれども、まあ、居酒屋が倒産しやすい理由っていうのをちょっと改めて教えていただきたいんですが、まあなんかやっぱり気軽に入る人多いんじゃないですか。何も勉強しないで居酒屋やってる人ってやっぱすごい多いなって思いますし、例えば料理うまいの作れるからやろうとか、なんかそこら辺の飲食やってない会社が飲食店やりたいって言って入ってきやすい業界だと思いますし、まあ俺らが使うからいいでしょ感覚で入って結構赤字大きくなってやめちゃうとか、そういう会社も多いんだろうなって思うし、そもそも今のなんか酒離れってやっぱしてるじゃないですか、このコロナで若者飲む人、まあ、減ったなって体感すごい思いますし、なんかそういうのがいろいろ重なって居酒屋やっぱり倒産しやすいんじゃないですかね。これからもしやすいと思います。やっぱり業種的に低単価低回転っていうのが、まあ、居酒屋結構あると思うんですけど、まあその料理とか接客だけじゃなくてマーケティングが大事っていうのは早田さんいつもおっしゃってますけど、その辺はいかがでしょうか？いやね、これはもう本当にそうですよ。高い単価取れる、なんか技術力のあるいいものを食べたい思考っていうのは年々強まってる気がしてますし、まあ、なんか客層もやっぱり日本人は人口が減ってるのに対して
東京は特にですけど、インバウンドのお客さんっていうのはどの店舗も増えてると思うんですね。そういう人ってやっぱりいいもの食べたいとか流行ってる店行きたいって自分たちが旅行先行ったら思うわけじゃないですか。だから結局はなんか安くてダラダラするようなお店っていうのは難しくなっていってますよね。株式会社デイジーでは現在創業メンバーを募集します。これからどんどん店舗を出します。優秀なあなたの力が必要です。もし少しでも興味あったらぜひ私にメッセージください。待ってます。先ほどちなみに、まあ、2023年は人件費の高騰もあったっていうところでしたが、まあ、先ほどのインバウンドの話も含めて外国人の対応っていうので、例えば外国人の従業員を雇って英語の対応できるようにするとか、そういうのって配達さんの店舗で考えたりしますか？今は正直考えてないです。ただ、2024年4月に今動画撮ってると思うんですけど、2024年6月から本格的にそういう人件費も上がってるんで人の採用はこれから難しくなってくだろうっていうところで、正直外国人の雇用は今は考えてないです。あまりそれこれはなんか外国人が優秀じゃないからとかそういうんじゃなくて、このなんか言語に対応するっていう意味では今結構英語喋れる人材がうちの会社なぜか多いっていうのが一つと、もう一つは6月からレジ全部変えますっていうのをちょっとこの動画の前後で多分発信してると思うんですけど、その第2っていうレジが携帯の言語設定に応じて AI が自動で翻訳してくれます。なんでこういうなんかやり取りでとりあえずこの QR 読んでよっていうだけで解決するようになるんで、あまりこの言語の障害っていうのは、まあ、機械化が進めば大丈夫になってくるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。高場ビアホールが最も多かった。その一方でやっぱり一般食堂だったり寿司屋っていうのは前年度から大きく増えてなかったというデータもありますけど、まあ、シンプルに店舗数が居酒屋とか多いっていうのはありますが、比較して潰れにくい理由っていうのはどんなところでしょう？これ寿司店は多分明確ですよね。やっぱりこのインバウンド需要もさっき言ったインバウンド需要も一つでしょうし、寿司っていうのはやっぱり技術が必要だと思います。なんか居酒屋ちょっとやってたからじゃあ寿司屋やろうって言って寿司握れるかって言ったらそんな簡単じゃないと思うんで、なんで、まあ、そういうなんか技術が必要なものに関してはやっぱり需要と供給のバランスが合ってるっていうか、よっぽど下手じゃなければ潰れにくいんじゃないのかなっていうふうに思います。ただ一般食堂は私あんま分かんないですけど、一般食堂ってあんま広いイメージないんですよね。でなんか地方のもう家族経営がやってるみたいな、私一般食堂って言ったら今想像しちゃってるんですけど、まあ、そういうところって、まあ、人件費がかかりづらかったり、まあ、下手したら家賃持ち家でちっちゃくとか、そういう店を想像してるのが正しいのであればそういう店って潰れにくいよねっていうふうに思います。これがなんか一般食堂っていう大衆のものすごい広い食堂とかを想像自分がしてたらまた回答ちょっと変わっちゃうかもしれないですけど、今このパッと話聞いて答えるんであればなんかそういう家族経営の持ち家の一角をみたいなのを想像してしまったんで、それが全てじゃないのはもちろん分かってるんですけど、まあ潰れにくいのかなっていうふうに思ってます。あともう一つは飲みじゃなくて食堂みたいな需要って純粋に高まってると思います。なんかお酒飲まなくてもいいよね、なんなら一杯でもいいよねみたいな食事どころみたいなのを探してる人って世の中増えてんじゃないのかなって思います。やっぱりダブルワーカーも増えてるんで、だから外食の頻度は高くなってる人多いと思うんで、まあ、そういう意味ではそこが理由かなっていうふうに思ってます。さて今回サムネにもありますけれども、2024年度の飲食業界を大胆予想お願いします。いやこれはもう良くなりますよ。2024年の飲食業これ良くなるっていうのはこのコロナが終わってゼロゼロ融資でバーって国が飲食店とかにお金ばらまいてくれて倒産してってるわけじゃないですか。でこれはなんか今の時代に合った飲食店をできてない人が急にバンってなくなってテナントが飽き出してるっていうことですよ。これはなんかいい意味でも悪い意味でもダメだった飲食店が潰れて新しい飲食店が入るってことは今の時代にいい飲食店だけが生き残ったっていうことだと個人的には思うんで、そうじゃない潰れ方もあると思いますけど、いい飲食店が増えていって飲食業界盛り上がるんじゃないのかなっていう、すごいなんかごめん雑かもしんないけどそう思います。まあ、ただ原価高騰人件費高騰とかアルバイトの確保うちもすごい大変だっていうふうに思ってますんで、そういうところに関しては結構しんどくなる、経営自体はしんどくなるんで、今最近出てきてるタイミーさんとかの活用とかいろいろそういうのも含めて、まあ、やっていけたらいいんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、でも良くなりますよ、必ず良くなると思います。大丈夫かな、でも飲食業すごい潰れてますよね。空き店なんて結構見るなって思いますけど、でもやっぱり新しい店増えてて今時の店も増えてるんでなんか面白くなるんじゃないですか。でも
結局なんかちゃんと考えて考えて飲食店作んないとまた潰れて終わりだと思うんで、どういうものが刺さるのか、どういうことをやっていくのか、まあ、それぞれの店舗がしっかり考えて、まあ、マーケティングだったりブランディング分かんないけどいろいろとやっていくことが大事なんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、一番はやっぱり店の中身を良くしたり、まあ、接客なのか味なのか、この店いいよねっていう店を作れるかどうかですよ。そのいいが何なのかを分解して皆さんで一緒に長く続けられる飲食店ができればなっていうふうに思います。今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。なんかよいしょから始まらなかったんで、私ちょっとあんま気合いの入れ方分かんなくなってますけど、いいね、コメント、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。See ya.